皆さんお久しぶりです。りょうやです。先週までですね、ちょっとずっと2ヶ月ちょっとぐらいハワイ島に行ってまして、でハワイ島行ってる間にこの日本の住所にいろんな荷物届いたんですけど、今日はね、その中で一番でっかいこの荷物から開けたいと思います。でこれがもうサイラッシャーっていうブランドのコモータっていうモデルになります。でこの電動自転車なんですけど、まあ、e バイクとして売ってはいるんですが、日本だと原付2種この多分ピンク色のナンバープレートになるんじゃないかと思ってるんですが、まあ、ナンバー取得してこう原付2種として登録しないといけないということで、まあナンバー取り行って自賠責保険入って、でヘルメットかぶってファミリーバイク特約入って、で初めて道路走れるっていう感じになります。この届いた状態でもう組み立てが 90% 終わってるらしくて、で残りの 10% を自分でやってくださいっていうスタイルで、で40分ぐらいあれば組み立てられるとは書いてあったんですが、まあ、ちょっととりあえず開けてみたいと思います。なんかすごいいい感じの質感です。僕はですね、実はもう20年ぐらい前になるんですけど、自動車整備士の資格をですね取ったことがありまして、まあ、取ったことがあるというか学校行ってたんですけど、なので、まあ、こういうのは多分得意なはずなんですけど、まあ、車とかバイクも、ね、自分でいじくったりしてたんで、まあ、懐かしいといえば懐かしい。前輪つけてペダルつけたらもう終わりなのかな。お、ハンドルとヘッドライトが出てきましたね。ハンドルを先につけた方がいいかな。こっから先は多分工具が必要になってくるので、入ってんのかな、一応ツールキットっていうのが同梱されてまして、鍵とペダルと空気入れ、ちっちゃいね。これで空気入れると大変じゃないかな。あ、アーリンキー発見しました。とスパナとメガネと、あ、充電器ですね。一応組み立ての説明書も書いてありますね。で今箱から出して、でこれから、あ、やっぱハンドル先につけるんですね。ハンドルを先につけて、サドルを調整して、でひっくり返して前輪タイヤをつけて、最後にライトをつけて終わりですね。あ、ペダルが一番最後ですね。了解しました。まずはこのハンドル、ほい、ハンドルポスト、これなんて言うんだっけ、ハンドルポストでいいのかな。で、ここも緩めると、おお、回った。
で、ここを締めていくと。で、ここの角度をとりあえず0度にしときましょうかね。あとはここを外してハンドルを取り付けると、まあ、ここはロードバイクと一緒なんで分かりやすいですね。ハンドルをつけて、このハンドルの取り付けるところに十字のマークついてるんで、これを目安にしながら真ん中に来るように決めて、でもまだね前輪タイヤついてないので角度とかは後ほど実際にまたがって乗りながら調整したいと思います。でこれを逆さにして前輪を取り付けたいと思います。最初からついてたボルトを外すと。外したらっていうかこのホイールめっちゃ軽いんですけど。ヘッドライト干渉してますね。あ、ちょっととりあえずヘッドライトは置いときますね。すごい、こんな適当でいいのかな。ちょっとパッと当たってますけど、まあ後で調整します。これ結構ね、結構締め付けたらブレーキディスクがあのパッドにあんまり干渉しなくなりました。うん、まあこれくらいならいいでしょう。でこれでひっくり返しての作業が終わったんで元に戻します。自転車っぽくなってきましたね。おお、なるほど。それであとはもうここまで来たんで、まあライトつけて、まあ、ライトとこのフロントフェンダーは同時に取り付けて、でペダルをつけて空気を入れて完了です。ね、多分こうやってつけると思うんですけど。なんかここが来た時から曲がっててまっすぐにしちゃっていいのかな。失礼します。まっすぐにさせていただきます。まっすぐにすると入ってこない。 OK、 入れてから
こんなんでいいのか。お、いいんじゃないの。で、ペダルはこのボルトのところに L か R かっていうのが書いてあるんで、 L、レフトはレフトで、まあそうじゃないと多分ね、これ入っていかないんですよね。えい、これが組み立て完了した姿ですね。ギアは一応7段変速のがついてるんですけど、あんまり使わないですね。これがオプションのバッグで、フロントとリアにはサスペンションがついていて、で乗り心地はね、もう完全にオートバイですね。スタンドはサイドスタンドがついております。結構スピードが出るので前後ディスクブレーキになっております。走行のモードが5段階あって、でこれは一番下のエコモードです。ペダルを漕がなくてもスロットル開けるだけで走行することはできるんですけど、最大でね18キロくらいしかスピードが出なかったです。時速18キロだとね、まあまあ遅いので、このエコモードで走ることはあんまりないと思います。次はローモードですね。ローモードだとスロットル開けるだけで25キロくらい出ました。でもしかすると体重軽い人が乗ったらもう少しスピード出るかもしれませんけど、普通のママチャリとかと同じくらいのスピードです。それで25キロくらい出してると、もうギアがトップギアなんですよね。7速になっています。これがノーマルモードですね。スロットルを開けるだけで30キロくらい出るんですけど、まあ、これくらいのスピードになってくると、もうギアが軽すぎて、ケーデンスでいうと120とかもう超えてるような感じなので、もうだんだんこのくらいのモードになってくるとペダルを漕がなくなってきます。次が上から2番目のハイモードです。ハイモードになるともう自転車というよりかはモーターサイクルという感じになってきます。でこれ見たらわかると思うんですけど、もうギアはほとんど使っていません。これが一番速いパワーモードですね。漕ぐのが大変です。下り坂じゃない限り、どんなにスロットルを開けても50キロを超えるっていうことは多分ないと思います。あとはバッテリーなんですけど、20キロちょっと走ってバッテリーが半分くらいなくなってたので、全部パワーモードでペダル漕がなくても、まあ、30キロ40キロぐらいは走れると思います。概要欄にリンクを貼っておくので、気になった人はチェックしてみてください。